もう別れた方がいい。何度も考えたけど、それが一番だと思った。演技を勉強する時間がもっと必要で、君と会っている余裕はないんだ。もし会っても、頭の中は映画のことでいっぱいで、君を不満にさせる。そして君は僕を責める。そして結局喧嘩になる。だから、そうなる前に別れた方がいい。僕は偉大になりたい。今だって偉いじゃない。偉大な俳優になりたい。私がそれを邪魔するってこと？うん。確信してるわけ？私が邪魔するって。うん。だからもう会わない方がいいの？ああ。私が特に目標ない普通の子だから、会っても文句言って喧嘩になるだけの足でまとい、立派な目標を持ってる人はそんな子と付き合ってる暇はない。そういうことかな。何様のつもり？その通りね。もう会わない方がいい。